いやー、カズさんと一緒に夜帰ってくるよ。あ、じゃあ、バカやな。なんでよ。バカやな。診断書もらって。診断書？ああ、診断書は病院の先生に書いてもらう。早くやられね。うん、早くやほいほいよ。ひなちゃんの、ひなちゃんの、うん、あ、しなくても、ほいよよ、ほいても、ほいよも、あ、ちょっと、ああ、そうか。ジジ、もう向こう行こうかね。ご飯の時間にしようかね、もうね。私は呼ばれてきたよ。うん、だから行こう。行こう。ここにいても、しょうがないでしょ。ああ。うん、そしたら行こう。ああ。本当に。驚きの体力だわ。ちょっと待っててね。今、夜ご飯の支度してるから。これね、これ。何？うん。これに、うん。あれ。じいじ、へっちょこ入るから、とりあえず飲み込んでから喋って。うん。飲み込んだ？まだ飲み込んでない。まだ入ってる？ああ、私ね。うん。おいしいからね。うん。もう、前でね。うん。ここ、必死に出せなきゃんがね。うん。それはまた、うん。いつも出ないでね。うん。すいませんが。うんうん。冷たいのが。うん。で、それじゃあ、とても出ないが。うん。止めてるよ、ジージー、うん、生まれたよ。大きいね。これ冬瓜、冬瓜だよ。すごい大きいのがね、売ってたおやつ。生まれたんだって。生まれたよ。美味しいの作るからね。楽しみにしててね。あ、よしよしよし、美味しくなれだね。何とも言えないね。長文の背表紙があちこち。ここは歴史旅し放題のパラサイトか。キーホルダー。寝ていいんだぞ。トウガンさん来ました。トウガン黙々と食べますね。よう食べるね。あ、もうお腹いっぱいじゃないそれ。じゃあ、あ、ちゃいたね。ごちそうさま。ああ、そうだ。飲めた？あん、飲めた薬。あん。おお、上手じゃないの。隠してないかな、アライグマさん。
と塗るよ、お薬塗るよ。魚醤の匂いがするね。子供たちの時にそう思ったけど、またで向こう行くよ。ちょっと押すね。せーの、さん、はい。せーの、さん、はい。よこらせ。よろしくお願いします。ちょっとね、あれ